地名佐田は、主に、沖縄県で活動する、民謡歌手、作詞、作曲家、音楽プロデューサー。父は、沖縄民謡の大家である、地名亭茂、茂師匠は、誠古と参戦の名人の堀川かわ人。ディグ音楽プロモーション所属。現代沖縄民謡の大御所の一人で、琉球音楽協会会長。現在の福岡県北九州市で生まれ。 大阪で育つ。幼少時は、父や、信仰のあった、島唄の父、福原朝輝らの影響を受け、沖縄芝居の子役として活動。6歳にして歌劇、デイグヌバナで、初のレコード録音を経験した。1956年、父の故郷、沖縄に、父と共に密航。素人の土マン大会で2位に入賞し、 審査員を務めた上川さ人に見出され、内弟子となる。直後に、そう喜びカンナでデビューし、天才少年現ると話題を呼んだ。以来音楽活動を続け、1971年、自ら作詞、作曲した、運んが情け、ドゥライマリールを発表。白勝光子の歌で大ヒットを記録する。1974年からは、 竹中つとむが企画した第一期琉球フェスティバルに参加し、東京、大阪の舞台に立つなど、木名正吉らと共に新世代の沖縄音楽のリーダーとしての地位を固めた。1978年、洋楽と沖縄民謡の融合を図ったアルバム赤花で本土デビューを果たす。収録曲、バイバイ沖縄はヒットしたが、従来の民謡の枠を超えた曲だったため、 三比両論を読んだ。また翌年、浦山霧郎監督の映画、太陽の苔田の不安に出演した。プロデューサーとしては1990年、小座美佐子、吉田康子、宮里奈美子、ヒアコンユキのの4人で、初代、レーネーズを結成させ、全国的に話題を集めた。さらに、ハトマ島で、天才ミニオー少女と評判だった。 鳩間かな子を見出し、デビューさせた。1995年からは、第2期琉球フェスティバルのプロデュースを務め、全国的な沖縄音楽ブームの立役者となっている。2000年には、アムロナミエの、ネバーエンドで参戦を演奏。2009年、サダオの歌を残したいと壊れ、ミニオー101曲を収録した6枚組 CD、島歌 100K を録音。 同年12月2日から2010年1月27日、NHK 教育テレビで放送された、趣味有名それ、地名、佐田尾の参戦入門で講師を務めた。那覇市の国際通りで、ライブハウス、島唄を経営する。2012年3月25日、沖縄市民会館にて開催された、自身の芸能生活55周年記念公演にて、 数年来の声の不調のため、自分のイメージ通りの歌が歌うことができなくなった。この公演を最後にしたいとして、歌手活動からの引退を表明したが、父、知名亭茂の生誕100年記念公演があることや、友人やファンの声もあり、2015年3月に、歌手活動を再開することを表明した。父は、沖縄民謡の大家として知られる。 知名帝主下で弟の知名上昇は古都の奏者。知名帝官は神戸女子大学文学部史学科教授で宗教史を専門に研究している。また、佐田尾の次男である知名帝人も歌者として活動している。多数の録音を残しているが CD で比較的入手しやすいものをあげる。ありがとうございます。